低評価表示の件はまあどっちでもいいんじゃんって感じ。正直マジでどっちでもいいと思う。低評価見れないで高評価だけ見れるってなんか気持ち悪いけどね。だったらもう高評価も低評価もいらなくねっていうのは思う。もうどっちもなくてよくねとは思うから、シンプルに。逆にみんな的に見れた方が嬉しいですか、そもそもっていう。押す押さないは置いといて、見れて嬉しいか嬉しくないかって別になんかどっちでもよくね。言うたら常にさ、なんか変な感覚的な話ね、これあくまでも。言うたら俺ら動画出してる見と、その配信してみたかからすると、なんか常に成績表を開示してる気分なのよ。わかる？だからこれがしんどくて続けられない人がやっぱ多いんですよ。だからそのうちの一つの、そのだから悪い評価を見れなくしましょうねっていうのが多分今回の対応だと思うんですよね。